遥か昔、世界には光と闇の物語が存在した。人はそれを神羅万象と呼ぶ。2005年から続く神羅万象チョコシリーズ、その物語はさまざまなテーマをもとに織りなされてきた。部族、戦乱、使命、調和、正義、神々、学園、絆、それぞれの物語は時にはあらゆる要素で密接につながり、時には全く別の世界で精神を共有する。電気や古文書のようにカードに書かれた情報から紐解かれるストーリー。それは年月を重ねるごとに新たな形を見せてきた。そして2011年秋、神羅万象は進化する。神羅万象がブラウザゲームの世界へ。キャラクターの能力や属性、人形を駆使したパーティーバトル、1000人以上のプレイヤーが一斉に戦う領地戦。本来なら交わることのない数百のキャラクターのバトルがここに実現される。キャラクターの収集、育成は戦い続けることによって果たされ、さらには与えられた宮殿の拡張も可能。合成でキャラクターは限界を超えて進化。最強を目指せ。カードバトル、育成、領地戦が融合したブラウザゲームがここに。神羅万象フロンティア、新しい神羅万象の扉を開けろ。さらにゲーム公式サイトにてショートムービー全編を公開。無料で遊べる神羅万象、まもなく開幕。